イザベラ・デステ・エステ家は、オベルテンギ家に起源を持つイタリアの有力な貴族の家系の一つである。加盟は、11世紀の当主、アルベルト・アッツォニセイが、エステヘン教博の地位を獲得し、子孫が、その世襲に成功したことに由来する。1196年に、エステヘン教博領は、フェラーラ公爵領に改められ、エステア当主の称号もフェラーラ公となった。 1242年にフェラーラのシニョリアを確立し、およそ400年にわたって統治した。オビッツォ2世がモデナ公、レッジョ公を兼ねるようになった。1452年にはモデナとレッジョが、1471年にはフェラーラが公爵領から公爵領に昇格した。学芸を重んじ、保護、発展に寄与したこと、美術の保護政策を実践したことでも知られる。 エステ家は10世紀末にかけてミラノやリグーリア西部を支配したフランク族のオベルテンギ家に由来する。これはパルダビーチーノ家、カバルカボ家、パストリーノやマラスピーナ家と同様の系譜である。エステ家の記録に残る最も古い祖先はオベルト一世である。10世紀初頭を生きたアダルベルトデステはトスカーナの古い軍港の公営であった。トスカーナの諸は フランク族の法を採用していたが、アダルベルトはランゴバルド族の法に則っ,った。1011年のある記録によると、アダルベルトは公爵と称していた。774年にランゴバルド族に勝利したフランク族により導入された、この称号は815年にイタリアで初めて適用された。アダルベルトに続いてエステケの歴史に登場する人物は、 十世紀後半から十一世紀初頭に生きたオベルト一世とオベルト二世である。アルベルト・アッツォ2世をエステ家の先祖とみなすこともできる。彼がエステ変教博の地位を獲得し、子孫がその世襲に成功したことが加盟の由来となったためである。アルベルト・アッツォの子息の一人、グエルフォ4世は母方の叔父ベルフ家のベルフ三世の養子に入り、千七十年には、 バイエルン公となった。エステケのイタリアの家系は、アルベルト・アッツォ2世のもう一人の息子である、フォルコ1世に由来する。フォルコ1世の継承者、オビッツォ1世は神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世と戦った。孫、アッツォ6世は、第一代フェルダーラ君主となり、マントバとベローナの失政長官を兼ねた。アルドブランディの1世は、パドバ人の攻撃を受けて、 1213年に敗北し、エステを失い、アッツォ7世は1240年にフェラーラを失った。アッツォノベロ7世は1242年にフェラーラを再征服し、その地で400人のギベリン派を殺害した。エッツェリーの3世との戦いに勝利したことから、教皇院のテウス4世により、教会の擁護者と命名された。 オビッツォ2世は1264年に、終身フェラーラ公に、1288年に、モデナ公に、1289年に、レッジョ公に任命された。フェラーラは、教皇領であったことから、エステは1332年に、教皇代理となった。リナルド2世は1333年に、教皇特使ベルトランド・デル・ポチェットにより包囲される。ものの、4月14日に、 ピナッタ・アリプランディが強行軍を敗走させた。ニッコロ3世の知性化でフェイッタ・アラはルネサンス文化の重要拠点となり、その映画はさらに後継者たちにより引き継がれ、開花された。中でもレオネロ・デステは特に注目される。ボルソ・デステは1452年に皇帝フリードリヒ3世からモデナ・レッチョ公の称号を1471年には 強皇パウルス2世からフェラーラ公の称号を授けられた。ニッコロのもう一人の息子であったエルコレ1世は1481から82年にポレジーネのエステや支配地域の大部分を失った。エルコレの娘たちのうちベアトリーチェはミラノコールドビーコ、スフォルツァ、通称イルモーロと結婚し、イザベラはマントバ公フランチェスコ2世ゴンザーガに嫁入りした。 エルコレ一世の後継者、アルフォンソ一世は、ロドリーコ・ボルジャの死生児、ルクレツヤ・ボルジャの三人目の夫となった。は、アルフォンソ一世の姉にあたる。当時のフェラーラは、ルネサンスの文化が花開いた都市の一つで、宮廷には、各地から文学者や芸術家などが集まった。ベネツヤに対抗するカンブライ同盟に加盟し、ベネツヤと、 教皇ユリウス二世の間に平和的合意がなされた後にもフランスのルイ十二世と同盟関係を保った。したがって教皇はフェラーラ領の空位を宣言し1510年に破門した。1526年から1527年にアルフォンソ一世は神聖ローマ皇帝カール五世が編成した教皇クレメンス七世に対する遠征に加担することで 1530年にフェルタ・ラコーの地位を取り戻した。アルフォンソの後を継いだエルコレ2世はフランス王ル類12世の娘レナータと結婚した。教皇とフランスと共に1556年にスペインと戦った。弟である数奇教一方リト2世は有名なビラデステをティボリに建設した。エルコレ2世の息子アルフォンソ2世には子供がいなかったため、 エステや直径の血筋は耐えることとなった。皇帝ルドルフ2世はアルフォンソの重帝にあたるチェーザレデステをモデナレッジョ皇として認めた一方、教皇クレメンス8世はフェラーラに関して同様の処置を行うことを拒み、1598年にフェラーラを教皇国家の直轄領として取り戻した。最後の皇爵エルコレ3世は1796年に フランス軍により、敗位させられ、1803年に母子した。エルコレ3世の一人娘、マリアベアトリーチェが神聖ローマ皇帝フランツ1世と、マリアテレジアの息子フェルディナントと結婚することにより、新たに、ハプスブルクイコールエステケが始まった。1814年に再興された後、マリアベアトリーチェの息子フランチェスコ4世が、モデナレッジョマッサの公爵。 カラーラの支配者となった。後継者となった息子フランチェスコ5世は1859年に廃位し、公爵領は1860年にサルデーニャ王国に併合された。現在、フェラーラのエステ城が一般に公開されている。ティボリのエステや別荘は2001年に世界遺産に登録された。また、ドイツの大諸行の一つベルフケは1055年に アルベルト・アッツォ・ニセイとルベルフ家の国軍でとの愛の子であるベルフがベルフ家を継いでベルフイコールエステ家を起こしたことに始まり、男系でエステ家に連なる。イタリアのエステ家はアルベルト・アッツォ・ニセイと2番目の妻メーヌハクオイナとのアイダヌ・フォルコ一世が継承した。ありがとうございます。